関西大学初等部、中等部、高等部は大阪府高槻市に所在し、施設一体型小中高一貫教育を提供する市立小学校、中学校、高等学校。2010年4月に関西大学高槻ミューズキャンパスに設置、開校された。同一キャンパス内に併設している利点を生かし、初等部、中等部、 高等部の間で連携して継続的なカリキュラムを組み、12年間の一貫教育を実施する。初等部、中等部間、中等部、高等部間、高等部、関西大学間での内部進学制度も用意されており、多くの在学生がこれを利用する。ただし、本人の意思次第で、他学への進学も可能である。高等部には安全科学科を設置し、 普通教科の他総合防災、安全に関する専門科目を開講する。安全に関する科目は、自然災害、事故、国際問題、医療、心理、福祉、企業の危機管理など多分野にわたり、安全について総合的に学ぶ。安全を総合的に学ぶ、高等学校専門学科は、日本初である。 ただし2016年度から高等部の安全科学科としての募集は停止され、全日制家庭普通科としての募集となった。文科省指定のスーパーグローバルハイスクールとして認定され、課外フィールドワークや卒業研究を課すなど特徴的なカリキュラムとなっている。また、希望に応じて短期留学プログラムや交換留学プログラムに参加することができ。 国際感覚を身につける取り組みに関して積極的である。授業は電子黒板やホワイトボードを用いて行われ、時には生徒も iPad 等の電子機器使用し、授業に参加する。2017年4月11日現在では、高等部が始まって以来、8期生までが在学している。なお、関西大学初等部は、 学校法人関西大学としては、初の小学校で、同校の設立をもって、席々同立の全学校法人が小学校を設置したこととなった。ありがとうございます。